昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ。ぬりぼう&サーキンチャンネルっていう名前で YouTube やってます、ぬりぼうです。まあ、ひな壇全員スタンドアップ、もう全然お願いします。あ、他もみんな立って、で全員来てもらっていいんで、はい、ぐらい、あともう審査員の方も全員立ってもらって、あ、ゆうごさんなんかどうぞ。やります。あ、僕とですか。はい、今ですか。はい。いや、今ってことですか。あ、他に何か言いますか。何困ってんだよ。バン中村さん、バーって見た中で、ハンターが一番鼻あるよ。あいつ前ですよ、サトル。え、こうじゃあいつ帰らせろ。もういらねえよ、邪魔じゃね。邪魔ですね。ああ、どんぐらい邪魔っすか。お前邪魔だよ、もう帰れよ。お前いや全然面白くねえからよ。いや何すか、ビビってないっすよ。ビビってるじゃねえか。何にビビってんだよ。全然散歩前イストリーゲームじゃねえんだよ。全然イストリーゲームじゃねえって言ってるだろお前。全然いいっすよ。じゃあ座れよそこに。ちょっと座って待ってろよ。サトルずれちゃっていいよ。もういい子にできるか。お利口にできるか。お前お利口に、はい、できます。できるな。静かにしてるよ、だったらよ。いいよ、コーチありがとう。いいよあらす、ハウスしてろそこでよ。お前一生ハウスしてろお前。では次どうぞ。はい、朝倉海です。朝倉海です。水泳大好き芸人のホンダスイミングスクールです。ちょっと似てんだよな。バスプシュー。あれ、二人試合できます今そこで。そこの二人お前だよ。え、大変なことになりますよ。じゃあ試合に行きます。でも行けって。試合決定でいいですか。いやいや、ここで今から。行けよ今から。やりましょう。昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ。意味わかんねえよ。お前いいよ、ひな壇だよ。お前ひな壇クオリティだよ。座っちゃえよ。あらす、やったもん勝ちだからよ。うっす。お前ひな壇。まずは隣に失礼します。やだよお前の隣なんてよ。キング色物パーティーピーボー代表イルマニアのリチェスです。おーい。今回は、米尾選手とやりたくて来ました。俺とやりたいんだったらムカつかせた方がいいよ。じゃあお前引っ張られたらムカつくのか。いいよ、かかってこいで。おい、やってやるよ。いいのかお前。うちの米尾さんに触るなよ。しました。うちの米尾さんに触るなよ。色物つけとけ。おい、引っ張られたらいいのか。だってお前が引っ張られていつったんだろな。お前がいつったんだろな。お前がピーツったんだよな。お前がピーツったんだよな。あー、痛かったよ。おお、ピュッピュッてね。ムキ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 。どうも、高吉です。強くなってブレイキングダウンに帰ってきました。ちょっとね、今日はひな壇狩りをしようと思うんですけど、誰か俺とやりたいやついないですか。俺とやれる根性のやつ。あと一人しか決まってない人いないんですよ。うん、あそこにいる花柄のお兄ちゃんだけしかいなくて。知らない知らない。あ、突如現れた スターなんですけど。体重何キロですか。体重75キロ。75キロ。ああ、了解です。まあ結構80、90ぐらいありますよね。86ぐらいだね。ですよね。うん、多分自分がこの中だと体重一番低いんで75キロなんで。ああ、僕が
満腹の時で69キロなんで。じゃあ満腹でいいよ。満腹でやろうよ。朝起きた時で。満腹でいいよ、満腹で。ちょっと面白くなってきたな。あら、今後半だと思われるじゃん。豪傑さんも前負けてましたよね。負けてました。強くなりました。なりました。一回の花柄の人と今できます試合。身長的にも近いから、はい、それは見て。え、どうですか。え、僕と誰ですか。豪傑さんです。今。本田さんは。え、豪傑さん。今から7キロ落とせます。めっちゃ元気。電話ですか。電話ですか。逃げんなよ。逃げないです。もう一応アピールして一緒にやりましょう。怪我させない程度にこっちで。あの結構体型も似てるし。はい、じゃあ中央来てください。1分ですね。バッティングはもう11と気をつけてください。顔が不安になっちゃってるね。1、はい、救急車お願いします。気持ちいい。わかりました。じゃあホンダスイミングスクールさんでやらせてください。お願いします。負けたけどお願いします。なんで勝ったかのように喋るんですか。